部長です。紬だよ。前回は最後に強化をやったから先に進めようと思う。でもその前に、前回無視したここを進めるのか。また後で来るとか考えると辛いし。気をつけて。さて何が出るんだろうな。何もないところに出たね。以前戦ったボスとの再戦のようです。ダメージが久しぶりだから感覚を忘れちゃってるね。あらゆる攻撃を食らい続けて、かわすタイミングとかダメダメになってる。あと2体同時も厳しいな。まずは1体片付けるところからだね。距離を取れば比較的安全。落ち着いてかわせるし、相変わらず突進が苦手。2体で別々の攻撃をされるはず。ここまで来れば確かめる。突進には当たっている。倒し終わった。これで終わりか。とりあえず右に進んでみるね。元に戻ってきた。宝箱もある。ルントから入ってきた。このルーンとかが報酬かな。ルーンもあまり持っていなかったから付与するのもいいだろう。これでこのエリアでやり残したことはないかな。次の目的地を目指そうか。その前に武器にさっき取ったルーンをつけるよ。つけ終わったな。こうやって見ると結構武器拾ってたんだな。武器は無理してまで買うものじゃないかもな。これで先に進むかな。セーブもしたし行こう。まずは次のエリアに移動だな。目的地は右上のところだね。多分道を間違えたぞ。そうなの？あれ人がいる。間違えていただろう。戻るよ。こっちでいいはず。
前だといけなかったところだが、話は進めたからね。焚き火を発見。この後はボス戦の可能性が高いな。ちゃんとセーブして挑むよ。今はこれ以上の強化は難しいだろうから気をつけないとな。ボスはいなさそうだね。あまり気を抜かない方がいいぞ。一気に暗くなった。いや、そうでもないか。戦いが始まりそうだな。ボス戦か。まずは突進から。爆発で一気にダメージを与えるよ。相変わらず突進に弱いな。から降ってくるのはかわしやすいね。振り下ろし攻撃はモーションがほぼないな。うまく背後を取らないとまずそうだね。今地べたに座り込むような行動をしてきた。あれは攻撃かな。お方にも当たり判定があるんだ。うまく距離を取るとか必要だな。このローリング攻撃も厄介だね。回避の敵時間でかわすしかなさそうだ。一通り見えたかな。ゲージは多いがそれほど苦戦はしないだろう。ポーションに結構あるしね。あと3本。今の衝撃波は初めて見たんだ。ゲージを削るとやっぱり強くなっていくんだね。ローリングも回避できた。ここから倍速でいくよ。あとゲージは2本。攻撃パターンがここからは増えない。突進はダメだね。そろそろ終わりそうだ。今回は一発でいけそう。終わり。さっきの若者だな。これで前回受けた依頼は完了かな。さっきの会話の繰り返しだな。これでさっきの魔女のところまで戻る感じだね。一応宝箱がないかチェック。何もなさそうだな。戻りますか。戻る途中でイベント。さっきもらった指輪が光ってるな。呪いが解けた。旅は続けるようだな。今度こそ目的地目指して戻るよ。到着。新しい町に向かう必要がありそうだな。意外にこのおばあさん、いい人かも。なんかいろいろと知ってそうな雰囲気だな。お仕事って何だろう。
次の目的地は決まったんだ。その前に次元の狭間が解除されたね。チャレンジは別の機会に。後悔しないようにな。次の目的地はウェサンドリス王国ってエリアだね。せっかくなのでここで買い物をしておこう。ポーションも使ってしまったしな。お金も結構あるしね。装備作成用アイテムも買っておこう。武器は67がないね。しかも作れないし。料理は解除しておこう。セーブして先を目指すよ。アカデミーの闇が分かってきたみたいだね。なかなかひどい言い方だな。子供だしね。新しいエリアにはこれで入ったから。人もいるし、そのようだな。ここは武器屋のようだね。結構いい武器が揃ってるな。値段が尋常じゃないけど、5万ぐらいのものなら貯めればなんとかなりそうだな。さっき買っちゃったからまた貯め直しだね。武器売っても大したお金にはならないよね。むしろ捨ててルーンとか抽出した方がいいかもな。そういえば前回そういうアイテムを拾っていたね。今度貯めそう。こっちはポーションや。さっき買ったばかりだから行かないね。料理屋だな。レシピ解放のためにいくつか買ったな。召喚っぽいな。探索を続けよう。お守り屋もあるんだ。やっぱり高いね。コンボ金が出やすくなるとかあるんだろうな。こっちは特に何もないか。まだ行っていなかった場所に。こっちも大したものはなかったな。町の外かな。石碑も出てきたな。一旦セブ。話を進めないといけないな。久しぶりの戦闘。フィールドが広くなってるな。拡大縮小をやってくれるのはいいね。あのローマ女は敵対しているんだな。腕輪を見つけることで何とかしたいんだね。
ウーンワーデンとアカデミー、どんな関わりがあるんだろうな。やっていけばわかるのかな。実はお姉さん、優しかったんじゃん。これで一人になったようだな。ルーンワーデンって魔術師ってことかな。普通に武器を持っているがな。これを読む限り、武器を持って戦うのはルーンワーデンの本質とは違いそうだね。旅に出た理由は分かったな。なんとなくだけどね。今回はこの明かりで終わりにしよう。まだ先は長いしな。お金貯めて防具は買っておいた方がいいかな。アトアビリティで強化もしておいた方が無難だな。じゃあ次回も見てね。